はい、どうも、お茶です。じゃあ今日もね、ギルティやっていこうと思います。じゃあ今日はちゃんと回を使うと思います。前回のコメントでね、あんまりリプレイで冷静に解説されるより、なんか焦ったり怒ったりしてる方見てる方面白いですってね、コメントあって、まあすごいありがたいんですけどね、別にあれ、狙ってやってるわけじゃないんで、まあでもね、そういうやっぱコメント来たからにはね、あんまりリプレイの動画は出さないで、別に狙ってやってるわけじゃないんですけど、しっかりとね、実況取りながらやるっていうのをね、やっていこうと思います。はい。ではよろしくお願いします。あれはもうね、俺の本能の部分なんでね、もう正直抑えきれないんで、はい。まあでも配信じゃなくて、動画撮ってる時は配信してる時はね、なるべく怒らないようにとかね、してるんですけどね、まあ焦りの部分はね、まあ我慢する必要はないかなと。まあ、正直、あと温まってる時とかね、そういう時にやられたらすごいムカついたりするんですけどね、今全然、今日は別に温まってるとかないんで、よっぽどのことがない限り大丈夫だと思います。これね、多分使ってこない、ごめんなさいの、ね、やる、ファジージャンプとかそういう、ファジーガードとかそういう感じなかったよ、今の。今のはバーストです。多分これ、ミリカラガードかな？あ、でもダスト当たるんだ。まあまあまあ、単純に見づらいっていうのあるからね。あー、惜しかった。これ、投げ。待って、しっかりと滑空とかにマイパンで合わせたい。よし、ちゃんと見てから。あっ、これ死んだやつ、くっそー、惜しい。今の完全にディッパークソみたいなことだったな。今のはちょっと反省。あー、今のでもブッパだったな。あんまそういうぶっぱ行動控えめでいきたいんだな、できれば。おそらくジャンプしない。まあ、一番端から逃げたいはずだから。あ、やべ。まあ、その無敵だし、ほんと強くない？レイブンの攻めてそれだけでもさ、ね、削除してほしいと思いません？皆さん。もうなんで走れないの？バーサー使ってこない。マジで？よし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 。さあ、最初のランの19の相手に一勝できたら、すごくランクアップマッチじゃなくてランクアップに近づきます。今どうしたんだろう。また背番に甘える、背番じゃなかった、出す出す。はい、このキャンね、マジ強え。あ、ちょ、もうなんで走れないの。よし、セバ。あー、かくってたな、今のはな。あれ、AHS じゃなくて、え、マジで？あ、死ぬ、これ。下手したら死ぬ。あ、もうここでバース入って、もうセバに甘えてこう、もうここはね、仕方ない。別にセバーは悪くない。俺最近セバーガードできるようになってきたからね、ファジーガードのおかげで。うわっ、うまっ。え、ガードしたやん、意味わかんない、何カウンターって。さすがに今のは謎。今のはちょっと一泡吹かされた感ありますね。ああいうのってどうやって対策すればいいんだろうな。もう一回ジャンプ紫キャンセル見てから。まあそうか、多分この人、あれだな、ずっと、あればっかしてくるな、なんだっけ、バッケン、デス版じゃなくて HS 版ばっか。そろそろね、俺が飛ぶの分かってくるから、HS 版来るかなって思うんですけど、ちょっとバース早すぎたな、また。いやー、もうなんかもう、受け身狩りがうまくできねえ。あ、ほんとそれって無敵ダッシュ、やばくない？あ。本当、せめて無敵ダッシュだけでもさ、削除してほしいわ。なんかレイブだけ頭一つ抜けて強いもんな。
おぶね。あ、これ死ぬ。もうちょっと待ってくれよ。あ、死んだ。もう無敵ダッシュ、せめて削除してくれ、頼むから本当に。あ、あと前ね、動画で確かお盆のうちに一回だけ生放送はしときたいなってギルティの言ったはずなんですけど、ね、できなくてね。すいません。もうほんと海楽しすぎるんですよね。でギルティに別に飽きたわけじゃないんで。でここね、チャージ資産打つことによって相手の無敵ダッシュのあれをねずらすという。もうそのさ SS じゃない、爪重ねやったらさ、リバサ警戒にもなるのいいよな。それお前に対してそれリスクないしよ。おい、どうなってんこのキャラ。運営に愛されすぎじゃない、さすがに。運営に愛された男、空前絶後のっつって。はい。あ、もう死んだこれ。危ねえ。あー、もうほんとこのキャラ嫌になるわ。もう世話でしょこんなの。もう世話に甘えないとかね、言ってる気もないっすよ正直。この時はもう常に攻め打たれてるような感じ。うら、ダメば、あ、ダメだった。死ぬ。危ね。今スタンでさ、浮かなかったらハリアだって死んでたからね。ほら、もう読み合いで完全にやってきてるもん。はい、死んだ。もう無理、レイヴン、マジで。ということで今日はこんな感じの動画になりました。でもなかなかいい勝負したんではないでしょうかね。ということで今日、こんな感じの動画になりました。はい、すいません。じゃあ切ります。お疲れ様です。